1、2、3、4、5、腰を丸めたり、腰を左右に倒した時に腰から足の痛みやしびれ、違和感はどうか、そして腰を伸ばしたり腰をひねったりした時の腰の痛みや足の痛み、しびれ、違和感はどうか、もしあなたの症状が軽減されているのであれば、セルフケアが正しくできた証拠です。では早速行っていきましょう。まずはセルフケアを行う前のあなたの体の状態をチェック。腰を曲げたり腰を左右に倒したりした時に腰や足に痛みやしびれ、違和感はないか、そして腰を伸ばしたり腰をひねったりした時に腰や足に痛みやしびれ、違和感はないか、セルフケアを行う前のあなたの体の状態をチェックしておいてください。そして今回は右側の腰から足の痛みやしびれを想定して行っていきます。もしあなたがお辛いのが左側なのであれば、反対側で行ってみてください。ではまずは一つ目のセルフケア、腰からお腹につく腹斜筋のストレッチになります。浅めに座っていただいた状態で右足を左足の上に乗せます。そして右の膝を下に下げた状態で左手をベッドにつけていただいて、右手を内側にひねりながら肘を伸ばして、体を左に倒しながら右の腹斜筋を伸ばしていきます。10秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きましてこの状態のまま膝をぐーっと下に押し付けて、さらに体を左に倒していきます。10秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きましてこの状態のまま目線を右斜め後ろにして、さらに右の膝を押し付けて左に倒す。この状態で10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻します。続きまして2つ目のセルフケア、太ももの前から股関節の前につく大腿四頭筋のストレッチです。浅めに座っていただいて、右膝を曲げてベッドに乗せます。膝を外側に、そしてつま先も外側に向けていただいて、両手を後ろにつけて、そして右の膝をぐーっと下に押し付けた状態で、おへそを見るように、そして太ももの前を10秒間ストレッチです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きましてこの状態のまま右手を左手の横に置いて、体を左にひねりながら右の膝をぐっと押し付けて、さらに10秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きましてこの状態のまま左の肘をベッドにつけて、そして体を左にひねりながら右の膝をぐーっと押し付けて10秒間ストレッチです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻します。続きまして3つ目のセルフケア、股関節の外側につく大腿筋膜張筋のストレッチです。浅めに座っていただいて、右の足を左の足に乗せます。そして膝をぐっと下に押し付けながら、体をぐーっと伸ばした状態で少し体を前に倒して、股関節の外側、大腿筋膜張筋を10秒間ストレッチです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きましてこの状態で体を少し右にひねって、体は伸ばしたまま少し前に倒して10秒間ストレッチです。1、2、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きまして、この状態のまま体を左に倒して、さらに10秒間ストレッチです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻します。続きまして、4つ目のセルフケア、股関節の後ろにつく大臀筋のストレッチです。浅めに座った状態で右足を左足の上に乗せます。そして左手でグッと掴んでいただいて、右手では補助するように、この状態で膝を胸にぐーっと近づけるようにして大臀筋をストレッチです。10秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きまして、この状態のまま体をぐーっと伸ばして、伸ばした状態でさらに膝をぐっと引きつけてストレッチです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きまして、この状態のまま体を右にひねって、そしてさらに膝をぐっと引き寄せてストレッチです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻します。続きまして、5つ目のセルフケア、太ももの裏のハムストリングス、内側の内転筋のストレッチです。膝立ちの状態で右膝を横に伸ばして、膝を伸ばした状態でつま先をぐっと上に上げます。この状態で体を伸ばしながら少し前に倒す。そうするとハムストリングスが伸びますので、この状態で10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きまして、この状態のまま膝を伸ばしてつま先を上に上げて、つま先を外に倒して、この状態のまま体を少し前に倒して、太ももの裏側の内側、10秒間ストレッチです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きまして、この状態のまま右手で右膝を外に向けたまま押さえます。そして体を左にひねって、ひねった状態で少し体を右に倒して、太ももの内側、内転筋を10秒間ストレッチです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻します。はい、ではここでセルフケアが一通り終わったところで、あなたの体の状態をチェック。腰を丸めたり、腰を左右に倒した時に腰から足の痛みやしびれ、違和感はどうか、そして腰を伸ばしたり腰をひねったりした時の腰の痛みや足の痛み、しびれ、違和感はどうか、もしあなたの症状が軽減されているのであれば、セルフケアが正しくできた証拠です。はい、セルフケアお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今回はあえて解説なし、セルフケアルーティーンをお伝えさせていただきました。ぜひあなたの生活に取り入れていただいて、毎日のセルフケアルーティーンを行うことによって、痛みのない生活、健康な生活を実現していただければと思います。また動画に関する質問やリクエストがありましたら、動画下のコメント欄に残していただければと思います。また月に1回 YouTube ライブも行っていますので、その際にご質問、ご相談いただければと思います。ということで本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったという方は、ぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。
さようなら。